皆さんこんばんは。こんばんは。今夜もワタプラナイト始まります。本日は秋のトレンドアイメイク術を一重、奥二重から二重まで目元別にアイメイクをしながらお伝えしていきます。はい、実際に、ね、メイクをしながらお伝えしていきます。はい、はい、そして本日のライブはですね8時45分頃までを目安に配信していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、紹介したいというのがいいなと思っていただいた方はエントリーしてお買い物も楽しんでいただくようお願いいたします。エントリー方法はライブの途中にもご案内いたしますので、そちらもご覧ください。はい、それでは始めましょう。本日ワタプラナイトを担当する資生堂パーソナルビューティーパートナーのズーちゃんとまちこです。よろしくお願いいたします。本日も感染対策バッチリで行っていきます。はい、で本日のテーマはこちらです。はい、はい、秋のトレンドアイメイク術、一重&奥二重から二重まで目元タイプ別に教えますです。はい、早速ですね、今年の秋のトレンドメイクを2パターンご紹介していきます。じゃあずーちゃんね、はい、持っていただいて、フリップがございます。はい、まず、はい、こちらですね。はい、1つ目はね、ずーちゃんがねやってくれるねこちらなんですけれども、はい、はい、ネイビーのアイラインがね印象的なスパイシーヌードメイクをねずーちゃんがやってくれます。はい、はい、そして2つ目がローズの色味を使った華やかなロージーヌードメイクをこちら私マチコがやっていきます。はい、はい、どちらもねメイクパターンも共通していることがカラーをねほんのり使用してるってことです。はい、はい、ね、かわいいよりもかっこいい大人っぽい雰囲気のメイキャップですよね。はい、そうですね。あ、私プラスの方でもふなっしーさんこんばんは。トレンドアイメイクね、飽きましたってことでありがとうございます。ありがとうございますね。インスタグラムの方も続々と皆さんこんばんはっていう風に入ってきて呼んでますね。はい、花瀬さんもこんばんは。はい、こんばんは。はい、日向さんも、はい、こんばんは。どそこそこありがとうございます。サリーさんもチャンナリさんもこんばんは。こんばんは。はい。で、本日、一重奥二重は私、ズーちゃんが。はい、そして二重は私、マチコがご紹介していきます。はい。はい。カスタードさん待ってましたってことですね。ありがとうございます。はい。どちらのメイクパターンも、目の形問わず楽しんでいただけるトレンドメイクになっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。そして、いいねやコメントもね、ぜひたくさんお願いいたします。ハートもたくさんお待ちしております。はい。では、ズーちゃん、お願いします。はい。じゃあ、皆さん、こんばんは。まず最初にですね、私が一重奥二重モデルとして、はい、今期のトレンドをご紹介していきます。今回はスパイシーヌードメイクというテーマでこちらをお送りさせていただきます。はい、で今期のトレンドのアイメイクのポイントは、あの濃いめのカラー×大粒ラメで立体感を演出するアイシャドウと、目元は横幅プラスクールなアイラインです。ね、クールな目元を仕上げるときは、濃いめの色で目周りを囲ってしまうと、こう奥二重さんとか一重さんって、ちょっとこう目が小さく見えてしまうこととか、ね、ありませんか？ね、はい。はい。そしてあの、インスタグラムの方のコメントで、はい、ブルーのマスカラ早速買いましたっていうね、嬉しい。ありがとうございます。嬉しいです。はい。ね、浜さん、一重です。私も奥二重、ちゃんのりさん。あ、お待たせいたしました。最初にご紹介しますね。はい。で、私も、あの、こう、目周りをこう囲ってしまうと、こう、色がですね、あの、ちょっとこう、暗くなってしまって、こう、入れ方が、こう、や、濃淡とかをつけることによって、こう、調節することで目を自然に大きく見せることができますので、ぜひ、この方法をですね、これから皆さんにお伝えしますので、真似してみてください。はい。では、まず、アイシャドウからご紹介していきます。アイシャドウは2種類使用していきます。まず最初にこちら。はい。と、マキアージュドラマティックアイカラーマルチ BR343 アーモンドガレット。はい、こちら税込み1980円です。こちらは目元だけでなく、アイブロウやノーズシャドウとしてもこちらお使いいただける、はい、マルチなアイシャドウとなっております。そして2つ目がこちらです。はい。マジョリカマジョルカシャドウカスタマイズフローティング BR701 花言葉税込み880円です。こちら大粒ラメが輝くアイシャドウで、こうですね、ちょっと光飛びがしてしまってますね、すみません。はい、出るんですけれども、このような感じでですね、はい、仕上がっていきます。はい、ちょっとこれ見えますかね、これで、はい、します。はい、では実際につけていきますね。はい。で、こちら、まず最初に、マキアージュドラマティックアイカラーマルチ BR343 のお色味を、一番濃いカラー、そして、中間のカラーを、ここをブラシに取ってから、はい、まぶたに乗せていくんですけれども、入れ方のコツとしては、一重さんは下まぶたの方を広めに入れてあげます。そして、私と同じ奥二重さんは、目頭と目尻側の二重線よりも、1ミリほど、はい、
上までぼかし広げるのがポイントです。実際にちょっとつけてみたいと思います。はい、ような感じですね。はい、ズーちゃんがね、はい、ちょっとつけたらでコメント読ませていただきたいんですけれども、こちら、はい、イエベさん向けのお色ですかってことなんですが、はい、ね、イエベさんもね、ブルベさんも問わずね、はい、すっごく肌の色がいいカラーになってるんですよね、ズーちゃん、はい、そうなんです。はい、はい、あとですね、インスタグラムの方のコメントでイケイケナイケさん、大粒ラメはギラギラしそうでなかなか手が出せなかったので知りたいですってコメントいただいてるんですが、はい、今ズーちゃんが使ってるこのマキアーズのアイシャドウね、はい、繊細なラメが入ってるのですごくおすすめですよね。そうなんです、はい、繊細なラメが入っていて、ちょっと手元で少し装置ご紹介しますね。こちらですね、はい、こんな感じでちょっとご覧いただけますでしょうか。はい、はいですね、こちらです。で今ですね、こちら反対がこちらの片目だけ乗せたんですけれども、こちらあの下まぶた先ほど乗せるっていうところで、あの一重さん奥二重さんの場合、あまりこうフレーム、この目の周りを囲いすぎてしまうとこう目が小さく見えてしまうっていうふうに先ほどお伝えしたんですが、ここの目尻の部分にもメイクの特徴があります。上まぶたと下まぶたのこの間のくの字のここ、ここはあまり色を乗せない方がいいです。上のここと下のここをつけることによって、こう目を囲っていないのに目が自然に大きく見える、そんな目元に仕上がります。いかがでしょうか。反対側とこう見てみて、こんな感じで、はい、入れていきました。はい、でこちら、はい、あ、まちこちゃんコメント来てますか。はい、コメントね来ておりまして、はい、たらめなのに下には塗れないですっていう風にね、はい、あの来てるんですけれどもね、はい、ちょっとねブラシなんかをね使っていただくとね、はい、たらめさんとかでもね、はい、すごい簡単に塗れるので、ちょっとチャレンジしていただきたいなと思います。はい、ぜひチャレンジしてみてください。はい、今ですね、あとずーちゃんどこの色を塗りましたかっていう風にね、姿勢のジャーニーの方に、はい、はい、コメントが来てるんですけれども、はい、そうですね、はい、今もう一度ご紹介しますね。ちょうど反対側仕上げるので一緒に見てみてください。はい、目頭からこう目尻に向かってこのようにですね、まず上まぶたを囲うように乗せていきます。はい、で下まぶたの方はこの目尻側だけですね、ここを乗せていきます。でこうブラシで乗せているので、こうふんわり色が乗るんですね。なのでこのようにするとこう囲っているけれども、あのこう小さく見えない、本当に自然な仕上がりになる、こちらのブラウンのアイシャドウとなっております。はい、コメント来てますか。はい、じゃあ私プラスの方で、はい、おにぎりさんハロウィンかわいいでしたりとか、はい、あとですね、かなこさんハロウィンカラーですねっていうふうにコメントしてます。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと光飛びがしてしまいますね、失礼いたしました。はい、はい、あとですね、目が大きく見えますね。 ありがとうございます、かなこさん、ありがとうございます。はい、そうしましたらですね、あの続いてはアイライナーの方を、あ、続いてはですね、アイシャドウ、あの違う、2色目をご案内いたしますね。はい、こちらです。はい、とマジョリカマジョルカシャドウカスタマイズフローティング BR701 花言葉、ね、こちらをですね、黒目の上と下に入れることによって光を集めてですね、目を立体的に見せてくれるようになりますね。はい、でこちらですね、こちらをそうですね、黒目の上と下、ここにですね、このようにこう乗せていきます。はい、でこう乗せていった時に注意してほしいのが、こう一重さんも奥二重さんも、あの目を開けた時にアイシャドウが見えないかったっていうこととかありませんか。はい、ね、そういった時ってこう目を開けた時にちゃんと色が見えるかどうかしっかりチェックしながら、はい、あのやってみてください。はい、はい、ずーちゃん、あとコメントでですね、一重は上まぶたどこまで塗ればいいですかってことなんですけれども、はい、先ほどね、ずーちゃんが言ってくれたみたく、目を開けた状態でカラーが見えるっていうのがポイントですよね。はい、そうなんです。ね、指だとちょっとこう、かぶさってしまうと思うので、ちょっと目を閉じた時に乗せてから見てみて、こうちゃんと目が映っているかどうか、そこをチェックしてみてください。はい、見えてますでしょうか。はい、で反対側も仕上げていきますね。はい、今ずーちゃんが反対側つけてくれてます。続々入室ありがとうございます。ぜひね、あの一重さん奥二重さんの今ずーちゃんがやってくれてるので、わからないことでしたって困ったことぜひコメントください。はい、ぜひコメントください。ありがとうございます。キラキラかわいいちゃんのりさん、ありがとうございます。ね、今両方とも仕上げたんですけれども、いかがでしょうか。こう大粒のラメをこうまぶた全体、下まぶた全体に乗せてしまうと、やはり目元がこう膨張して見えてしまったりするので、ちょっと逆効果になってしまうんですね。なのであの黒いあの締め色で周りをこうぼかして入れてあげて、で中心にだけ大粒のラメを乗せてあげると、こう自然な仕上がりになって
今期のトレンドにも近づけますのでおすすめです。はい、まちこちゃんコメント来てますか。ちゃんたくさんコメント来てあります、ね、はい、ありがとうございます。アサプラスの方でトンコさんブラシの太さ教えてくださいってことなので、ちょっとブラシちょっと、ね、はい、アップ目に見せてみてください。見えますでしょうか。はい、はい、ね、すごいね、あの先端もね、うん、細いんですけれども、はい、あのね、広くも乗せれますし、ズーちゃんみたいに今やってくれた細いところにもね、簡単に入れるんですよね、うん、このブラシ。そうですよ、ちょっと小指よりも小さいかも、かなり細かいところまで使えるブラシになっていて、はいはい、本当に肌当たりも優しいんですよね。はい、ね、これバチコちゃんも持ってるんですよね。そうなんですね。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、あとちゃんのりさん、はい、下まぶたは黒目の下あたりは乗せない方がいいですかってことなんですけど、どうですか。はい、あ、黒目の下あたりですかね。はい、はい、あの下まぶたは黒目の下あたりを乗せない方がいいですかっていうふうにちゃんのりさん、あ、もちろん乗せていただいて大丈夫です。むしろね、乗せていただいた方が自然にこう涙袋がぷっくり見えますので、はい、ぜひ乗せてみてください。はい、はい、続いてスパイシーヌードメイクの一番のポイント、アイライナーを使用していきます。アイライナーがこちら、資生堂メイキャップマイクロライナーインク4番のネイビー、税込み3850円です。はい、今期の、ね、アイラインは目元を引き締めながらさらげなく色を効かせるっていうのがトレンドなんですよね。はい、そうなんです。で、ネイビーが今期のトレンドカラーになるんですけれども、実は白目を綺麗に見せてくれる、はい、あのカラーとなっておりまして、ひとえさんとかくあの二重、失礼しました、ひとえさんとか奥二重さんはこう目をこうクールな印象に見せたいときに、こうブラック あの色を使用するとちょっとこう濃くなりすぎてしまって、逆に目がなんていうんでしょう、小さく見えてしまったりとかすることありませんか。ネイビーはこう抜け感のカラーになっているので、そういったのもこう防げる効果があるんです。実際にお見せするので見てみてください。おにぎりさん、アイライナー持ってますよ、ありがとうございます。カスタードさん、このアイライナー使ってます、ありがとうございます。いいですよね。はい、まちこちゃんお願いします。はい、ずーちゃんがインスタグラムの方のコメントで、はい、付属のチップと筆ってやっぱり違いますか、はい、っていうことなんですけれども、はい、やっぱりね、筆をね、自然にね、ふんわりになるっていうところがよくって、はい、チップはね、逆に締め色でね、はい、パチって決まるところがいいかもしれないですね。それぞれね、パーツごとにね、分けて使っていただくってのもいいかもしれないですね。はい。ね、アイライナーって持ってる人もね、ほんと多いですよね。あの、たくさんコメントで、アイライナー持ってますって方がたくさんいらっしゃいます。嬉しいです。ありがとうございます。はい。そうしましたら、ひとえさんのアイライン、ひとえさんと奥二重さんのアイライナーを引いて実演していきます。まずですね、このまぶたを引き上げた時のこのまつげの際、ここですね、まつげの間と間をこのように、黒目の中央から、目尻に向かって埋めていきます。見えますでしょうか。このようにですね、このここの際に入れてあげます。中央から外側に向かって、そうするとちょっとこちら側の目元とこちら側の目元見比べた時にいかがでしょうか。はい、ちょっとね、仕込みみたいな、仕込み色みたいな感じで入ってるんですよね。で、あの、まぶたが重めの方とか、ちょっとこう、まつげにまぶたがかかってしまう方とかは、あの、引かなくても大丈夫なんですけれども、あの、仕込むとさらに目元がはっきりしますので、ぜひこの、あの、この目の、まつげとまつげの間にも入れてみてください。そしたら反対側も仕上げていきますね。はい、まつこちゃんお願いします。はい、ずーちゃんがちょっと引いてる間にコメント読みますね。はい。トイだとアイライナーの太さをどのくらいにしたらいいですかってことなんですけれども、はい、そうですね、ひとりさんの場合ですと、そうですね、目尻を少し跳ね上げて、ちょっとね、はい、今使ってるネイビーなんかはね、ひとりさんなんかでもね、かなりパチッと決まるカラーなので、はい、ぜひね、目尻側を意識しながら描くっていうのもポイントかもしれないですね。はい、あと目を開けた状態でアイライナーがどれだけ見えてるかっていうのもコツなので、ぜひね、アイメイクするときは目をパッチリ開けながらっていうのもコツですよね。はい、そうなんです。そしてね、私ブラズの方で味噌ラーメンさん、このこちらのグレーのカラー持ってます。スルスル描きやすいです。ありがとうございます。あのですね、今今期のトレンドネイビーだけではなくて、グレーとパープルも実はトレンドになっているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。でフナッシーさん、スパイシーヌードメイクどんな色を使用していますかってことなんですけれども、本日はあのマキアージュのこちらのですね、はい、ドラマティックアイカラーマルチ、こちら あのブラウンのカラーとプラスでこちらあのマジョリカマジョルカのフローティングの方ですね、 BR701 番のお色を使ってあの目元を仕上げております。で今回ネイビーのアイライナーで今引き上げています。そしてですね、あのこちらをちょっと先に仕上げてしまっているんですけれども、あのアイライナー、この目まつげとまつげの間を埋めた後にですね、アウトライン、こちらの外側のラインを引いていくんですけれども、黒目の中央から目尻に向かって水平に入れるのがポイントです。
このような形ですね。で、跳ね上げすぎず水平に引くのがポイントとなっております。で、こちらもちょっと仕上げていくのでぜひご覧ください。はいね、今のやり方ってひとえさんには特におすすめの引き方ですよね。そうなんです。あのひとえさんの方は特にこの目尻の部分のここのラインをちょっと太めに描いてあげるとよりあの今期のトレンドっぽく、かつひとえさんの素敵なこのね、あの目元がね、より横幅プラスで素敵になるんですね。ちょっとついちゃいましたね、ごめんなさい。はい、はい、ひとえちゃんが今やってる間に、はい、インスタグラムコメントたくさん来ておりまして、はい、ありがとうございます。きみっぺさん、メイビーは使ったことがないので購入しようと思います、はい、ありがとうございます。嬉しいです。本当にね、あのチャレンジしやすいカラーかなと思います。はい、はい、あとですね、ゆら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  INB さん、ちょっと読み方間違えてたらごめんなさい、はい、ネイビー素敵ですね、欲しいです、はい、コメントでしたりでしたりとか、はい、あと EXJSB さん、はい、マイクロライナーグレーとバイオレット持ってますということで、ありがとうございます、嬉しいです。早いです、さすがです。ぜひちょっとネイビーも仲間入りしていただけたら嬉しいです。はい、はい、ちょっとまだまだたくさんコメント来てると思うんですけど、次のパートにちょっと行かせていただきますね、すみません。はい、そしたらですね、目頭のこのくの字のところですね、ここもちょっと囲っていきたいと思います。で、ここ引くときポイントが、ここをちょっとつまんで、眉間をつまんで、このここが見えるんですね、ここに引いてあげます。で、かつこの目の下のここの部分、目頭側、まつげとまつげの間を埋めるように、この黒目の始まりぐらいまでですね、ここに引いてあげると、ちょっと目元がくっきりしてるけど、あの小さく見えないですよね。どうでしょうか。はい、ね、こういった方法もございますので、ぜひこう目尻だけではなくて、ちょっと目頭のこのくの字の部分に入れてみるのもぜひ使ってみてください。はい、では反対側引いていきますね。はい、ずーちゃんコメントね、あの読み切れないぐらいね、たくさんいただいてるので、ありがとうございます。はい、たくさん来ておりましてね、落ちにくいですかってことなんですけども、こちらのマイクロライナーインクは、はい、あのスマッチプルーフになってますので、こすれとかにね、より強いタイプになってますのでね、はい、より落ちにくいのでね、ちょっとアイライナー落ちちゃうなって方におすすめですよ。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、はい、だいぶねクールな目元に仕上がってきたと思いますので、最後にまつげを仕上げていきたいと思います。まつげは3アイテム使っていきます。1つ目がこちらの資生堂メイキャップ、アイシャラッシュカーラ、税込み1100円です。こちらでまつげを上げた後に、マスカラベース、こちらが資生堂メイキャップマスカラベースインク、税込み3300円を使用していきます。ね、その上からマスカラをつけます。マスカラがマジョリカマチョルカラッシュエキスパンダーリキッドエクステ EX、税込み1320円です。で、本日ですね、もうすでにアイラッシュカーラーと、あの、マスカラベースをもうつけて仕上げた状態で今おります。はい。はい、ずーちゃん、インスタグラムの方のコメントで、はい。ちょっと読み方ごめんなさい、間違えたらなので、はい、マスカラは何をつけてますか、カール力が綺麗に上がってますことなのでね、はい、こちらこれからじっくりご紹介してくれるんですよね。はい、ご紹介いたします。はい、日向さん、目頭側のラインは二重でも印象がきつくならないでしょうかということなんですけれども、あのここの目まつげとまつげの間を埋めているっていう感じなので、こう全体的に囲ってしまうとおそらくこうきつく見えてしまうかもしれないですけど、このサンドする感じ、真ん中には引かないっていう、ここがポイントなので、そうすると、はい、目元がきつく見えないかなと思います。はい、ぜひやってみてください。はい、であのマスカラをつける時のポイントなんですけれども、あの結構ね、あのマスカラあのつける時にまぶたにまつげあまつげにのについたマスカラがまぶたについてしまうっていうこともあるかなと思うんですけれども、そういった時はまず下まつげ こちらを塗ってからちょっと乾かして、で次は上まつげの上側、ここですね、ここの部分につけていきます。はい、で本当だったらちょっと乾くといいんですけれども、はい、あの乾いてきたらこの内側、下側っていうんですかね、まつげの下側、ここを仕上げてあげると、よりあのまぶたにあのマスカラがついてしまうっていうトラブルが結構減るので、ちょっとこの方法ぜひやってみてください。はい、はい、はい、ずーちゃんインスタグラムの方のコメントで、
EXJSB さん、マスカラベースインク大好きってことなので、はい、結構ね、いろんなアイテム使っていただいてる方ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あと、ゆきさん、くの字ライン挑戦してみますってことで。ぜひ、本当にね、自然なんですよね。こう、引いてるっていう感じはしないけど、ちょっとこう、仕込まれてるって感じでいいと思います。はい。はい、あと、ACE さん、目頭難しそうだけど、チャレンジしてみますってことです。はい、ここ、引くと、引きやすいです、非常に。はい。はい。はい、で、コメントの方でですね、リップとチーク何をつけていますかということなんですけれども、本日はですね、こちらのマキアージュのドラマティックルージュ RD430 番の色味をちょっと使っています。はい、こちらがリップになっておりまして、チークがこちらの、はい、マキアージュドラマティックチークカラークリーム、はい、RD422 を使っております。はい、このようなお色ですね。はい、本当にありがとうございます。はい、ではですね、これで、はい、仕上がりました。いかがでしょうか。はい、これでですね、スパイシーヌードメイクの完成です。はい、ずーちゃん素敵に仕上がりましたね。はい、ありがとうございます。はい、コメントもたくさんありがとうございます。はい、でここでですね、ちょっとまちこちゃんにですね、ちょっとお知らせの方をお願いしたいと思います。はい、はい、本日は秋のトレンドアイメイクを目元タグ別にご紹介しております。はい、ここでですね、オンラインビューティーのビデオでビューティーから人気の指名コースのご案内です。はい、ずーちゃんが今ねフリップを持って紹介してくれてるんですが、現在ビデオでビューティーは30分予約コースで、私たちの仲間でもあるすみれさん、しゅうさん、しょこまるさん、めぐさんによるメイクの指名コースを実施しています。すみれさんとしゅうさんはあなたのパーソナルビューティーカラーに合わせたアイカラーと口紅を提案してくれます。またしょこまるさんとめぐちゃんはあなたの推し活応援推しカラーメイクを教えてくれますよ。指名コースの詳細はこの QR コードからご確認して、ぜひご予約ください。はい、ぜひご予約ください。はい、はい、で続いてクーポンの、はい、ご案内をさせていただきます。はい、はい、ね、クーポンのない、失礼いたしました。ライブ配信日から1週間以内にですね、はい、エントリーかつ商品をご購入いただくと、次回使える500円クーポンをプレゼントという流れになっております。クーポンゲットのためには、商品をお買い上げの前にエントリーいただくことが必須条件となりますので、お忘れないようにご注意くださいね。エントリーの方法については、こちらの QR コードを読み込んでいただくか、またはコメント欄にあるエントリー URL をタップしてからエントリーしてください。なお、インスタグラムとツイッターからご視聴いただいている場合は、コメント欄にある URL からエントリーしてくださいね。では、二重メイクをご覧になりたい皆様、お待たせしました。はい。続いては、まちこちゃんがですね、二重モデルとして、今期のロージーヌードを取り入れたアイメイクをご紹介していただきます。では、まちこちゃんお願いします。はーい。うちゃん、ありがとうございます。皆様、改めまして、こんばんは。はい、それでは続いて、二重さんにね、向けたおすすめのメイクの今期のトレンドを取り入れたロージーヌードメイクをご紹介させていただきますね。二重さんのメイクで何か困ってるっていうか、ここが難しいとか思ってることがありましたら、どしどしコメントください。はい、私ね、普段アイメイクする時の失敗談は、ちょっとね、しっかりした色味を使ってしまうと、目元がね、ちょっと重く見えてしまったりでしたりとか、明るい色をね、単体で使ってしまうと、なんかちょっと眠たいなーっていう印象に見えてしまうんですけれども、今回はね、そんな悩みが多い、二重さんに向けた色の入れ方なんかもご案内していきます。はい、ロージーヌードメイクのアイメイクは、こちらがポイントです。はい、目元は横幅をプラス。はい、目尻に跳ね上げライン、こちらの2つがポイントとなっております。はい、こちら一回下ろしますね。はい、ずーちゃん何かコメント来てますか。はい、ちょうどですね、二人の方、はい、皆さん待ってましたってコメントがたくさんインスタグラムの方に来ております。はい、ありがとうございます。私プラスでも、あ、おにぎりさんこんばんは。はい、ふなっしーさん、ロージーヌードメイク華やかな印象ですねってことで、ね、華やかな印象にこれからね仕上げていきたいなと思います。はい、では早速ご紹介していきますね。まず最初に使用するのがこちら、はい、ポップパウダージェルアイシャドウ、資生堂メイキャップポップパウダージェルアイシャドウ04、スベスベベージュ、税込み3080円です。先ほどね、二重さんの悩みで、暗めな色味だと、ちょっと目元が暗く見えてしまうっていうのが、ちょっとね、悩みっていうのをお伝えしたんですが、こちらは明るすぎず、暗すぎずの絶妙なブラウンで、トレンドメイクはもちろん、普段のお仕事なんかにもバッチリ使えるアイテムとなっております。そして二重さんの入れ方のポイント、アイメイクのポイントなんですけれども、アイホールよりもやや広めにのせるっていうのがポイントです。はい、二重さんはね、狭く入れてしまうとちょっとね、二重の部分に被ってしまって少し眠たそうな印象に見えてしまうので、広めにのせるっていうのがポイントです。アイホールがわからない場合は、
眉毛のね、この下の骨の部分、ここをクッと押していただいて、この骨の内側を目安にしてくださいね。はい、そしてこちらのアイシャドウを乗せていくブラシがこちらですね。資生堂メイキャップ斜め筆マルチアイブラシ、税込み3080円を使用していきまーす。はい、早速ね、つけていきたいなと思います。はい、ふなっしーさん、ポップパウダージェルアイシャドウ、何色も持ってますってことで、ね、たくさん持ってた、すごい、さすがですね。はい、早速つけていきたいと思います。はい、ずーちゃんコメント来てますか？はい、インスタグラムの方のコメントで、人気のアイシャドウですよねっていう。さすが、そうなんです、すごいね。ポップジェルアイシャドウという名前の通り、はい、軽くふんわりつくっていうのが、このね、名前の通りなので、本当にね、ふんわりついて、かつ発色もいいっていうのがね、このアイシャドウの特徴なのでね、左上の商品画像からぜひチェックしていただきたいです。はい、ね、こちらポップパウダージェルアイシャドウ、税込み3080円で、全16色展開となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今まちこちゃんがね、目元あのアイシャドウ仕上げております。はい、アイホール広めに今ね、片方だけつけてみたんですけど、いかがですか？こっちがつけてない方で、こっちがつけた方でね、これだけでもだいぶ違いますよね。反対側もつけていきます。はい、斜め筆いつも使ってますってことで、ありがとうございます。この筆ってね、指と同じこの形になっているので、目元に本当にフィットしてね、私が店頭にいた時もすぐあの品切れしたぐらい大人気の筆でした。はい。なのでね、まだね、筆選び困ってるって方はぜひね、こちら左上の商品画像からタップしてご確認いただきたいです。はい、ずーちゃんコメント来てますか？はい、インスタグラムの方で、ポップパウダーアイシャドウ10色持ってますっていうコメントが。すごい。さすがですね。10色はすごいですね。さすがです、はい。ありがとうございます。あと、アイシャドウ名前もいいですねって。コメントが来てますね、確かにポップパウダージェルアイシャドウで可愛いですよね。はい。はい。では続いてなんですけれども、続いて使用していくアイテムがこちら。はい。アイライナーですね。はい。資生堂メイキャップマイクロライナーインク02番のブラウン、税込み3850円を使っていきます。さっきね、こちらズーちゃんはネイビー使っていたんですけれども、私はブラウンで仕上げていきたいと思います。まつげの生え際をこのジェルライナーでね、埋めていきたいなと思います。でね、二重さんのアイライナーのポイント。は、二重さんは太すぎるラインを引いてしまうと、ちょっとね、目元がきつい印象に見えてしまうので、細いラインを忍ばせるっていうのがポイントです。そして、二つ目のポイントは、目尻を少し跳ね上げて引くっていうのがポイントになります。そうすると、今季トレンドの、可愛いよりかっこいい印象になりますよ。早速、つけていきますね。ではちょっと私、アイライナーは集中ポイントなので、ズーちゃんにね、その間たくさんコメントを拾っていただきますね。はい。インスタグラムの方で、まぶたがくぼんでしまっているのが悩みですが、くぼんでいる人も広めに入れた方がいいですかというコメントが届いておりますが、そうですね、今のスベスベベージュっていうのが本当に自然な肌に溶け込むような色味になっておりますので、どんなまぶたの方にも今のまちこちゃんの入れ方で全然大丈夫だった、全然バッチリOKなので、ぜひ入れてみてください。はい、今ね、片目がこんな感じで仕上がりました。はい、いかがですか？ちょっと跳ね上げてるっていうのが違いますよね。ちょっとゆっくりお見せしましょうか。はい、こんな感じでちょっと跳ね上げるってのがポイントですよ。反対側も仕上げていきますね。で、今まちこちゃんが使っているのがマイクロライナーインクの2番ブラウンのカラーとなっております。はいね、インスタグラムの方でもたくさんコメントお待ちしております。で、私プラスの方でですね、ナッシーさんが可愛いなのにかっこいいイメージですねっていうコメントが届いております。ありがとうございます。で、おにぎりさん、忍びの術っていうことで、忍びの術ですね、今まちこちゃんが行っております。忍びの術ですよ、本当に。はい、で、インスタグラムの方でありがとうございます、店頭でチェックしてみますってメグさんですね、ありがとうございます。はい。あと、私プラスの方のコメントで、チョコレートさん、LINE の引き方上手でさすがです。ありがとうございます。何かコツはありますかってことなんですけれども、アイライナーって難しいですよね。私もね、美容部員になるまで本当たくさん練習したんですけれども、こちらのアイラインは本当に細いので、スルスルって描けるので、アイライナー初心者さんでもすっごい簡単に描けるんです。かつ、引き方のコツとしては、ちょっとね、私みたく引き上げながら、一気にずーっと引くというよりは、一本一本、足すように引いてあげると簡単綺麗に仕上げられますので、ぜひね、チョコレートさんやってみてください。はい、他にコメント来てますか？はい、インスタグラムの方でも本当にたくさんコメント来てるんですよね。はい、はいはい、ブラウンっぽいアイシャドウは暗くなって苦手だったのですが、この色いいですね、アイライナーするとなみなみいいですって嬉しいコメントが届いております。はい、本当にね、もう暗すぎず明るすぎずの絶妙ブラウン、本当にブラウンってね、暗すぎてちょっと苦手しかある方多いと思うんですけど、これはね、
ぜひ使っていただきたいです。本当に暗すぎず明るすぎずなのでぜひチェックしていただきたいです。はい、ぜひ左上のね商品画像をねタップしてね詳細確認していただければと思います。はい、で続いてご紹介するアイテムがこちら、はい、セイドーメイキャップカジャラインクアーティスト02ライラックロータス税込2420円です。こちらは鮮やかな発色で目元を彩るマルチペンシルです。で、二重さんはね、目元にカラーメイクを使用すると、ちょっと派手になりやすいなという方は、こういったね、肌馴染みのいいローズピンクをちょっと使うといいなと思うんですけど、ちょっとお色味出していきますね。こんな感じでね、本当に肌馴染みの良い柔らかいローズピンクで、ピンクに苦手意識がある方も使いやすいです。でね、クレヨンタイプのアイシャドウをね、使うと、ちょっと派手になりすぎずに簡単に使えますので、早速目元にもつけていきたいと思います。で、ここもちょっと集中ポイントなのでね、ズーちゃんにコメント読んでいただきます。はい、ね、インスタグラムの方で、先ほど使っていたあのペンシルですかね、あのペンシルですかリキッドですかってことなんですけれども、先ほどまちこちゃんが使っていたのは、あの、マイクロライナーインク、こちらのペンシルタイプのアイライナーですね、2番のブラウンを使用しておりました。はい。はい、今ね片目だけつけてみたんですけどいかがですか。はい、でこちらはね今ね乗せてみたんですけれども、つけるポイントがあります。目頭と目尻を囲むようにねつけていきます。目頭と目尻だけです。そうすると目の横幅がね今こことちょっと違いますよね。横幅が出て一気に秋のトレンド感のかっこいいスタイリッシュ感が出るのでぜひやっていただきたいです。はい、ずーちゃんコメント来てますか。はい、私プラスの方で、はい、目が丸いので跳ね上げが似合いません。目の丸い人の目尻はどう描けばいいでしょうかっていうことなんですが、はい、ちゃん、はい、下まぶたの延長線上に向かってアイライナーを引いていただくといいと思います。ね、こんな感じでちょっと引き上げながら下まぶたの延長線上に向かって引いていただくっていうのがねポイントです。あとはアイライナーね、やっぱり目元の形によって引き方ってだいぶ変わってくると思うんですけれども、ぜひねあのちょっとこんな引き方困ってるってことがあれば、オンラインビューティーでね一緒にお色選びだったりとか引き方のコツも教えますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、で今片方つけてみたのでもう片方もつけていきたいと思います。はい、でこの間にねコメントたくさん届いてますのでご紹介していきたいと思います。おにぎりさん、目が大きくなったとか、こちらかなこさんですね、ローズピンクを入れるとおしゃれになりますねっていうコメント、嬉しいコメントたくさん届いてます。インスタグラムの方でも、かわいい、一気に可愛くなった、色かわいいっていう嬉しいコメントがたくさん届いております。はい、ありがとうございます。はい、で清津さん、ラインのようにつけるだけなのに印象が変わりますねっていうことですね。はいはい、あとですね、私これ読みましたかね、目が丸いので跳ね上げラインが似合いません、はい、あ、もう読みましたか。私ちょっと緊張してまた読んじゃいました。ごめんなさい。あきさんね、解決したらいいなと思います。はい、お稲荷さん、綺麗なブラウンカラーですねってことで、本当にねふんわりとしたブラウンカラーでいいですよね。ぜひねチェックしてみてください。はい、ゆうちゃん、綺麗、使いやすそうってことでありがとうございます、コメントいただいて。はいね、意外に派手にならないんですね、いい感じ。とんこさん、そうなんですよ。あのね、私もね、使う前、ちょっと派手になりがちなのかなって思ったんですけど、意外に馴染んでるの分かりますか？なので、ブラウンをふんわり仕上げて、上からね、目頭と目尻だけをポイントにしていただくと、こうなりなじようので、ぜひやっていただきたいです。はい、次はね、マスカラベースを紹介していくんですけれども、紹介する前にですね、ちょっとぼかしをしていきたいなと思うので、このカジャルインクアーティスト、ここをね、ひゅっと開けると、チップがついてるんですけれども、このね、チップが万能で、上からぼかすだけでね、よりふんわりとした肌にも馴染んでね、自然な仕上がりになるので、これね、一個ポーチに入れとくと、ちょっと揺れちゃった時とか、アイライナーが揺れた時も使えちゃうのでね、ポーチに一個置いとくとすごく便利ですよ。はい、皆さん、ピンク似合ってますってことでありがとうございます。肌馴染みがいいピンクですよね。ありがとうございます。はい、ずーちゃんコメント来てますか？はい、インスタグラムの方で、イケイケなイケさん、ね。はい。ね。はい。目頭の上に塗らないのは何ですか？とかおことなんですけれども。はい、あの、横幅をね、はい、ちょっと出したいので、目頭と目尻だけを目安につけていく。そうすることでね、で、二重さんのポイントとしては、アイカラー、カラーをね、ちょっと広げすぎてしまうと、きつい印象に見えてしまうので、なので、あえて二重さんは、目頭と目尻だけ、ポイント使いで、引き算をするってのがポイントなので、ぜひやってみてください。はい。はい、同じ方ですね。黒目の上あたりに塗らないのはなんでなんですか？ということなんですけれども。はい、はい、そうですね。なので、この、目頭と目尻だけを、ポイントに使っていただくことで、二重さんはね、カラーを入れすぎてしまうと、きつい印象に見えてしまうので、柔らかい印象で、かつね、
もう自然に使うってことで目頭と目尻だけ入れてます。逆にちょっともう少しカラーを取り入れたいなって方は黒目の上に入れても大丈夫ですので、ご自身のねメイクアップバランスに合わせてつけてみてください。はい、ではね続いていきたいと思います。で次はねご紹介するのがマスカラベースですね。はい、マスカラベースをご紹介していきたいと思います。はい、続いてご紹介するのがこちら、はい、聖堂メイキャップマスカラベースインク税込み3300円でこちらをつけていきます。こちらはカールしたまつげを長時間キープできるマスカラベースで、つけた瞬間からまつげが一本一本すっごいくっきりするんです。今日ね、つけててだいぶ時間経つんですけど、これだけマスカラベースだけでも上がってるの分かりますか？すごい上にパッチリ上がります。そしてその上から今日はもうそのマスカラベースをつけているので、続いてご紹介するのがこちらのマスカラです。マジョリカマジョリカラッシュパンダラッシュエキスパンダリキッドエクステ EX 税込み1320円です。こちらは自分史上最高、瞳そのものを大きく見せるマスカラになっております。で、私ね、二重さんのマスカラ選びのポイントっていうのがあるので、そちらをちょっとご案内していきたいなと思うんですけれども、二重さんのね、マスカラ選びのポイントは、ダマになりにくいところ、かつボリューム感っていうのがポイントで、そのね、ポイントを考えてくれるのがこのマスカラなんです。はい、ぜひ左上の商品画像からタップしていただきたいなと思います。ぜひちょっとこれをつけていきますね。で、マスカラも集中ポイントなのでね、つーちゃんコメントをぜひお願いいたします。はい。はい、こちらインスタグラムの方でもたくさんコメントが来ているんですけれども、はい、抜け感っていう、もう先ほどね、まちこちゃんの、はい、目元のアイメイクを、はい、ご覧になった皆さんがですね、この今回のトレンドの、はい、メイクもすごく、ね、いいっていう風におっしゃってくださってるコメントがたくさん来ております。みゆさんもピンク似合ってますとか、きよちさん引き算メイク勉強になりますっていうコメント、嬉しいコメントたくさん届いております。ありがとうございます。はい、で日向さん、目元がきつくなりがちなのでポイントを知ることができてよかったですって嬉しいコメントも届いております。嬉しいです。今ね片方だけマスカラつけてみたんですけれども、かなりセパレートも綺麗に上がっていて、ね、ダマになってないの分かりますか？反対側もつけていきますね。はい、ね、ずーちゃんその間にコメントお願いします。はい、ね、今これフナッシーさん、目尻と目頭を入れるんですねっていうコメントが届いておりますね。そうなんですよ、なかなかね、はい、目尻と目頭だけってなかなかやらないですよね。ぜひねやっていただきたいなと思います。はい、ぜひやってみてください。今もちこちゃんが使っているのがですね、マジョリカマジョルカラッシュエキスパンダーリキッドエクステ EX、 こちら税込み1320円のアイテムです。気になった方はぜひ私プラスご覧の方、左上の商品画像をタップして詳細ご確認ください。はい、ぜひ確認していただきたいなと思います。はい、でね、このね、マスカラ、ほんと、ひとえさんにもおすすめなので、ぜひね、ずーちゃんもさっき使ってくれてましたが、ひとえさん、奥二重さんにもおすすめなので、ぜひ、左上の商品画像からタップしてご確認ください。はい、そして最後、これ、一押しです。はい、最後のハイライトは、こちら。はい、資生堂メイキャップ、オーラデュープリズムイルミネーター、税込み4400円のウルサを使用していきます。そして使用するブラシがこちら、資生堂メイキャップマルフレマルチフェイスブラシ税込み3850円、こちらを使用していきます。艶やかな肌でヘルシーな印象と立体感が大人かっこいいのポイントなので、こちらを頬骨の高いところに使用していきます。で、私緊張してるのですっごい汗かいてますね、すいません。でこちらハイライトつけていきますね。はい、でブラシにちょっと含ませていただいて、このブラシもね、肌にすごいフィットして柔らかいんです。ハイライト、今ね、吸ってつけるだけ分かりますか？このツヤ感。ね、全然違いますよね。反対側もつけていきたいなと思います。はい。ね、本当にまちこちゃん、艶やかですよね。はい。すごい、ツヤがね、一気に出ますよね。はい、スッと塗っただけで、ツヤが。はい、綺麗に出ます。はい。はい。かなっぺさんもオーラデュー愛用していますってことですね。わあ、嬉しい、ありがとうございます。はい、私プラスの本のコメントもおにぎりさんすごい、ゆうちゃさんすごい綺麗なツヤってことで、ありがとうございます。オーラデューね、使ってる方ってことも多いですね、ありがとうございます。はい、はい、インスタグラムの方にすいません、いつもビューラーを使ってからマスカラをつけるのですが、カール持ちが良くないのでコツを教えてほしいですっていうことなんですけども、ね、カール持ち困ってる方は先ほどご紹介したこのマスカラベースすっごいおすすめですよ。カールをキープしてくれるっていうのももちろんですし、次につけるマスカラを綺麗に引き上げて長時間キープしてくれるので、ちょっとね下がりやすいって方はこちらのマスカラベースぜひおすすめなので、ぜひ使ってみてください。
はい、ではこちらでロージーヌードメイクの完成です。皆さんね、たくさんコメントありがとうございます。ちょっと拾いきれないんで、お時間の都合でコメントもあったんですけれども、コメントすっごい励みになります。ありがとうございます。ではずーちゃんにも戻ってきてもらいましょう。ずーちゃんお願いします。はーい、え、まちこちゃんすごい素敵ですね。ずーちゃんもやっぱり目頭のラインってやっぱ大事なんですね、ずーちゃん、はい、ありがとうございます、はい、目頭のラインも自然でいいですよね。はい、はい、で本当たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは本日は秋のトレンドアイメイク術として、前半に私ずーちゃんがこちら一重&奥二重モデルとしてネイビーのアイラインが印象的な今季のトレンドアイメイク、失礼いたしました、これ今季トレンドスパイシーヌードメイクをご紹介しました、ね、ネイビーのこのアイラインが印象的な、はい、秋メイクとなっております。ネイビーすっごい素敵でした。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、そして後半私マチコが二重モデルとしてローズの色味をね使った華やかで今季のトレンドのロージーヌードメイクをご紹介しました。はい、ロージーの色味がすっごい華やかですよね。はい、二重さんのアイメイクのポイントは目元は横幅をプラス、そして目尻は跳ね上げラインということでね、はい、ちょっと私も跳ね上げてます。はい、すごい自然な跳ね上げですよね、はい、これね、そう、自然に跳ね上がるんです。マイクロラインインクすごい優秀ですよ ね優秀ですよね、はい、かなっぺさんも目元がすごくバッチリしてて素敵ですっていう嬉しいコメントも届いてますね。はい、ありがとうございます、はい、ね、本当に可愛いよりもかっこいい大人に見られたい気分を叶えるメイクアップをこの秋ぜひ取り入れていただきたいです。ください。はい、はい、で前半見逃してしまった方はアーカイブも残っておりますので、そちらもぜひご覧いただけたら嬉しいです。はい、ずーちゃんきみっぺさんがですね、ネイビー購入したいですってコメント来てます。ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです。もう一重奥舞台モデルとしてあのメイクしたんですが、もちろん二重さんにもすごくおすすめの、はい、カラーとなっておりますので、はい、ぜひ使ってみてください。はい、あとかなこさん引き算メイク勉強になりましたってことでありがとうございます。はい、あとちゃんのりさんも、はい、明日早速ずーちゃんのアイメイクの引き方やっていますってことで ありがとうございます、はい、嬉しいです。ぜひ、ま、あのね、してみてください。はい、それではここでもう一度クーポンの内容の習得方法についてご案内いたします。ライブ配信から1週間以内にエントリーかつ商品を税込み3300円以上お買い求めいただくと、次回使える500円クーポンをプレゼントという流れになっております。クーポンゲットのためには商品お買い上げの前にエントリーいただくことが必須条件となっております。はい、でこちらのクーポンコードを、はい、読み込んでいただくか、あの本日ごけんがですね、ごけんくんがあのコメント欄で URL 貼ってくださってますので、そちらをタップしてチェックしていただければと思います。はい、皆さん大丈夫でしょうか、はい、じゃあ大丈夫ですね、させていただきます。エントリー必須ですよ、エントリー絶対ですね。 SNS ですね、ご紹介していきましょうか。はい、はい、ここで私たちの SNS アカウントについてのご案内です。はい、はい、皆様に役立つ情報を発信しております。ぜひいいねやね、フォローお待ちしております。ハッシュタグ性能ビューティージャーニーで検索していただくと、個性豊かな、ね、メンバーの投稿も、ね、たくさん見れたのでね、こちらもぜひチェックしてください。でズーちゃんはエリクシールの投稿すっごいわかりやすかったです。 ありがとうございます。はい、マチコちゃんのメイクの、ね、投稿も非常にわかりやすいので、あの二重さんの方は特にですね、はい、必見の投稿となっております。ぜひ確認していただきたいなと思います。はい、ハートもたくさんありがとうございます。嬉しいです。中高って方ぜひハートたくさん今押してください。嬉しいです。はい、あの二人が可愛いっていうね、あのありがたいコメントもいただいてます。励みになりますね。ありがとうございます。はい、てるてるさん、マキアージュのマスカラいいですよって。そう、いいですよね。いいですよね。はい、実はね、来月に新しいのが出たりするので、そちらもちょっと、あらあら、ちょっとネタバレダメですよ。あ、ごめんなさい、ネタバレダメですよ。すいません、ごめんなさい、ネタバレ。ちょっとね、次のライブをぜひご期待ください。ね、ください。はい、で、ね、次回の告知をね、ズーちゃんしていってもらいましょうか。はい、はい、次回のライブがこちらです。はい、11月1日火曜日8時から現役美容部員とおしゃべりしよう、みんな教えて箱の中身は何というテーマでライブ配信をしていきます。今回もおしゃべり大好きな3人の現役美容部員が箱の中に隠されたアイテムを視聴者の方にヒントをもらいながら回答していくようですよ。すごい新しいですよね。なんか新しいですよね。本当楽しみでね、はい、私も絶対見たいなって思うので、はい、皆さんもぜひこちらをご覧ください。はい、ぜひご覧になってください。はい、もうね、お時間があっという間でね。はいはい、はい、なんかあの私プラスの方のコメントでね、楽しそうですねだったりってしたりとか、はい、ごけんさんっていう、やっぱりファン多いですね。さすがです。はい、
ぜひチェックしてみてください。ぜひチェックしてください。はい、で、来週はもう11月ですね、ということで。そうです。あっという間に今年終わっちゃいますよ。ハロウィンもね、来週で。ね、もう終わっちゃいますね。はい。はい、じゃあ皆さん、本当にたくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。はい、それでは次回のライブでまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちのメイク真似してみてくださいね。はい、エントリー絶対忘れないでくださいね。忘れないでください。次回もお願いします。ありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。2人の日が本当にぴったりってコメントいただいてます。ありがとうございました。